いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は左手の使い方についてお話ししたいと思います。まずダメな例から行いたいと思います。左手を使うときに、体の前に、持ってって、左に持っていくというふうにします。胸を張ってしまってダメな例を今から投球していきたいと思います。今のように左手をすぐに左に持っていくと、バランスが取るときに、バランスを保つことができなくなって、胸を張ってしまって投球してしまいます。いい例を今から行いたいと思います。いい例は今のように左手を前に持ってボールをこう構えているところから離したときに前に持ってって左に持ってって投球するといった形がいいです。左手は外向けた状態でこのようになるようにしてください。これがこう内側向いてしまったりするとバランスを保つことができないので左手はこういうふうに前に出してこういうふうに外側に向けるようにしてください。これでスムーズにバランスが保つことができます。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の投稿をお楽しみにください。